敬老の日を前に交通安全のためのプレゼントです。おじいちゃんおばあちゃんと手を挙げて横断歩道を渡る練習をする子どもたち。愛知県津島市の幼稚園で祖父母を招いた交通安全教室が開かれ、園児が反射材がついたうさぎのぬいぐるみのストラップを手渡すと、早速カバンに取り付ける人もいました。楽しかった。嬉しいですね、やっぱり孫からもらうのはね。改めて学びますね。警察は日没が早くなる9月から12月にかけて、高齢者が巻き込まれる事故が増えるとして、反射材をつけたり明るい色の服を着たりするよう呼びかけています。